はい、こんにちは。安藤秋久です。今日はですね、貸借対照表の資産の、流動資産とは何かという話をします。でですね、貸借対照表の、流動資産は、資産の中の一つでしたね。資産には3つあって、流動資産、固定資産、繰延資産ってあるんですけど、その中の一つが流動資産でしたね。で、流動資産というものは、簡単に換金できる、資産のこと、現金やお金、商品とか製品などですね。で、今日はですね、この流動資産について詳しく説明をしていきます。で、流動資産はですね、簡単に、換金できる資産のこと、1年以内に換金できるものですね。で、例えば現金とかお金とか商品とか製品などのことを言います。ですから、流動資産が多いと、突発的なリスクに対して強いんですね。で、流動資産が多いと、なんで突発的なリスクに対して強いかと言いますと、例えばこんな風に考えてみたらどうでしょうか。もし、家族が病気になってですね、手術費用300万円いきなり必要になったとしますよね。で、その時にですね、あなたと、友人がいますと。で、あなたと友人はですね、資産は1000万円で同じ資産を持っているんですね。でも、あなたは現金900万円と、株、有価証券を100万円持っている。つまりあなたの資産は全部流動資産です。で、この時はですね、すぐに手術費用を払えますよね。一方ですね、あなたの友人は資産は1000万円持っているんですけれど、土地、持ち家を900万円持ってるんですね。あと現金を100万円持っています。ですから流動資産は100万円しかないんですね。じゃあこの時に手術費用300万円必要になったから払えるかというと、すぐには払えないですよね。もちろん土地を、家を売ってですね、900万円の家を売るっていう選択肢もあるんですけど、ほとんどの方はですね、いきなり家を売るって考えないですよね。ですから、このような差が生まれるんですね。あなたも友人も資産は同じ1000万なんです。なんですけれど、この流動資産をどれくらい持ってるかによってですね、こういう家族が病気になって手術費用が必要になったっていう突発的なリスクに対して、どのように対応できるか変わってきますよね。ですから流動資産が多い方が、突発的なリスクに対して強いと言えます。ではですね、流動資産っていうものはどういうものがあるんでしょうか。大きく分けて3つあるんですね。流動資産の1つ目は当座資産と呼ばれるものがあります。当座資産というものはですね、簡単に換金できる資産のことで、1年以内に換金できるものですね。現金とか預金、あと貴金属、あと受け取り手形、売掛金、あとは有価証券、株ですね、というものがあります。で、受け取り手形、売掛金というものはですね、次の講義で説明をします。あとはですね、棚卸資産というものがあります。で、棚卸っていうのは聞いたことがあると思うんですけれども、決算の時にですね、倉庫やあとお店の中にですね、どれくらい商品とか物があるのかを調べることを棚卸と言います。じゃあ棚卸資産っていうものはですね、倉庫とか店の中にある資産のことなので、例えば商品を作るための材料とか、あと商品を作り途中のものとかですね、そういうのを仕掛かり品っていうんですけど、あとはですね、製品ですね、あと商品。で、製品と商品の違いなんですけれど、製品はあなたの工場であなたが作ったもののことを製品と言います。商品というものはですね、他のところが作ったものをあなたが店で売るもの、それを商品と言います。例えばあなたがコンビニを経営していて、コンビニの中にチョコボールとかうまい棒とかありますよね。あれは商品ですね。ただあなたがコンビニの中で具体的に何か、例えばコーヒー豆を一から作っていて、それを売っているとかでしたら、それは製品になります。で、最後の一つは、その他の流動資産です。で、その他の流動資産っていうのは、家賃とかですね、家賃を先に払って時とか、そういうものですね。簡単に言うと、家主への貸しで、現金がされないもの、前払い費用とか、仮払い金とか、貸し倒れ引当金と呼ばれるものがあります。でですね、大切なのはですね、まず流動資産には当座資産、棚卸資産、そしてその他の流動資産という3つの種類があること。で、それの概要について覚えてもらえれば、ここは大丈夫です。でですね、その他の流動資産の、家主への貸しで現金化されないというのはちょっと分かりづらいので、詳しく説明したいと思います。で、前払い費用などの、その他の流動資産は現金化されることはないというのはどういうことかというとですね、例えばですね、あなたが今賃貸に住んでいたとすると、今12月だとします。
で12月のうちにですね、来月の1月の家賃っていうのは先に払ったりしますよね。で例えばですね、まあ、12月中に会社で決算があったとすると、まあ、その決算の時にですね、もうあらかじめ1月の家賃を払ってる時がありますよね。でもその時っていうものは来月に使うお金をもう今月支払っている状態になってしまっています。つまり本当は1月に払えばいいお金っていうものを今現在は必要以上にお金を払っちゃってる状態ですよね。でそういうふうにですね、必要以上に今払っちゃってるお金、例えば家賃だった家主への貸しの状態のお金っていうものがあると、実際のその企業のですね、まあ、財政っていうのは本当に表しているかどうかって分かりづらくなりますよね。ですからちゃんと今お金は少ないんですけれど、でも先に払っている費用がありますよっていうことで、前払い費用っていう名前の資産を作っているんですね。ですから家賃のように、まあ、あらかじめ払っているもの、そういう払った人に対する貸しですね、貸しっていうものを会社の財政の実態を分かりやすくするために貸借対照表に載せている、まあ、これがですね、前払い費用などの、まあ、その他流動資産と言います。で流動資産っていうものを今習ったので、まあ、実際にですね、まあ、貸借対照表を見てみましょう。でこれはですね、まあ、キヤノン株式会社の貸借対照表なんですけれど、まあ、資産の部分を一部切り取ったものです。でこれを見てみるとですね、まあ、流動資産の中にですね、まあ、現金および現金同等物っていうのもありますし、まあ、短期投資、売上債権、棚卸資産、前払い費用およびその他の流動資産っていうのもですね、まあ、先ほど習ったものがずらっと並んでいます。ですからこれをこれからですね、これからあなたは貸借対照表を見たらですね、流動資産っていうものがどういうものか分かっているので、ぜひこのまま勉強を進めていってください。でちなみにですね、まあ、売上債権っていうものは先ほどしっかり説明しなかった、まあ、売掛金とか受取手形と呼ばれるものです。で次回ですね、売掛金と受取手形については説明をしていきます。はい、では最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、画面右上のチャンネル登録ボタンをクリックといいねボタンを押していただけると嬉しいです。また YouTube の動画説明文のリンクからメルマガ登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧になっていただき本当にありがとうございました。